友達 TV をご覧の皆さん、こんばんは。武田邦彦の本当の話、5月3日第160回放送です。私はアシスタントを務めます倉島桃子です。どうぞよろしくお願いいたします。この番組は友達 TV からお届けしています。それでは早速武田邦彦先生をご紹介します。先生、今回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。さて、本題の方に入る前にお知らせいくつかあるんですけども、はい、まずはじめに先生のお手元にあります、はあはあ、理系思考で読み解く、歴史の大嘘を打破する、日本文明の真実という、だいたい本を書くと本の宣伝したくないっていう気持ちになるんですけどね、はい、一つは自分が書いたものとやっぱりいろいろ欠点がありましてね、はい、それでそれもあるし、それからだいたい表題っていうのが本屋がつけますんでね、はい、まあ、歴史の大嘘っていうのは確かにそうだけど、日本文明の真実、まあこれは歴史の大嘘と日本文明の真実を書いた本であることは間違いないけど、ちょっと品がないですもんね、売ろうと思って。それでまあ中はね、いろいろあの出版社の方も工夫していただいてね、いろんな図もね用意してくれて、まあ要するにまあ日本の文化っていうのが世界で多分一番早いっていう感じなんですよ。メソポタミアとかよりかですよ、はい、それでおかしいんですけど、今のところの仏性だとそうなってる。ところがこれを言わないのはなぜかったら、中国が日本が黄河文明よりか早いなんてふざけんなって言って抑えてるもんだから。誰が抑えてるかって言ったら、日本の歴史学者が自主的に抑えてるんですね。日本が中国とかメソポタミアなんかより早いなんてはずがないという認識がありましてね、まあ、それは一つにはね、やむを得ないというか、あの考古学の悪いところなんですけども、縄文時代は非常に、暖かかったもんですから、それでその前が非常に寒かったんで、はい、それで寒かった遺跡の寒かった時代は海面が100メートルぐらい低かったんですね。ですから多分旧石器時代の主な遺跡っていうのはもう縄文時代の海の中に入っちゃってるんですね、うん、そういうことがあって、まあ、そういうあのハンディがあるんですけど、はい、まあ、人によっちゃあれ Google の地図、はい、あれでも遺跡が見えるっていう人もいるわけだから、そこに船ぐらい持ってってね、調べたらどうかと思うんだけど、まあ、そういうことやらないということで、非常に大きくあの日本文明っていうのが間違って認識されてるっていうことですね、はい。それからあのこの中で、まあ、まあまあ僕がよく書けたと思うのはですね、はい、あの明治の初めにですね、これ世界で日本だけなんですよ、どん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 ヨーロッパのフランス語とかドイツ語とか英語の本を翻訳してね、日本語に、はい、あの日本だけが翻訳したんです。で他の国はインテリアもちろん知識人いるんですけど、それを翻訳しちゃうとみんなが参加するから、うん、俺たちの特権が奪われるっつってやらなかった。うん、それで日本だけが積極的にやっぱり国民が知らなきゃいけないっていうね、まあ、そういう点で非常に日本人のいいところがあるんで、まあ、それを思い出してもらいたいなっていうことで書きました、はい、ということで、だけどまあね、お買い求めいただきたいと言いたくないっていうのがあのでも日本同士はテレパシーで文明を築いていたのとの副題、ね、というかキャッチーな、ね、そうですね、これはあの日本語の研究も随分進んできましてね、はい、日本語っていうのはあの非常に不十分な言語なんですよ、うん、で不十分な言語っていうのが今まであの文化が発達してないから不十分な言語っていうふうに解釈されたのが、最近そうじゃなくて、はい、日本人がテレパシーを使いながら言葉を言ってたもんだから、うん、言葉を発達させる必要がなかった、うん、あれとか言えばいい、うん、それから例えば複数単数なんて日本人はいらないと。なんでいらないかって言ったら、複数単数をテレパシーでやるの、やってるんです、うん、主語もテレパシーでやってる。そうするとテレパシーでやってる分は全部除いていくもんですから、そうすると複数単数がない、主語がない、それから過去形がなかったり、まあ、ありますけどね、あのそういうのは全部状況判断でお互いに納得するっていうのがね、はい、そこにあるっていうことが分かって、それでまあもちろんよく言われるように虫の声とかね、そういうのも全部聞き分けると、はい、あの外国の場合はあの虫の声を聞き分けられない、全部が同じ音に聞こえる。だからもうそういうことがあってね、それがあのだから考古学と本当は言語学なんか一緒にね発達してくるといいんですか、それをちょっと書いてあります、はい、なるほど、はい、ぜひ皆さん参考までにご覧になってみてはいかがでしょうか。本屋がね、はい、久しぶりにあの
こうなんか平積みじゃなくて、平積みっていうかな、はい、目立つところに置いてくれるようになりましたんで、うん、まあ僕はあんまり宣伝したくないんですけど、まあ皆さん手に取ってね、図書館でも行って、はい、ということです。で続いての話題がもう一つお知らせがございます。武田邦彦集中講義未来塾第5期の開講が決まりました。すでに多くの方に受講いただいておりまして、たくさんの仲間ができましたけれども、この第5期も素晴らしいつながりができることを期待しております。動画説明欄に概要のご案内ページのリンクがありますので、ご興味のある方はぜひご覧いただきまして、お申し込みいただければと思います。なお番組を応援する会の皆さんや未来塾の皆さんには先行してご案内をさせていただいておりますが、メールが届いていないという方がいらっしゃいましたらご連絡いただければと思います。担当者の方より改めてご案内をさせていただきます。ということで本日は2つ、本の話題ご案内と、こちらの未来塾第5期の開講のお知らせをお送りしました。はい、東京大阪名古屋、東京、はい、大阪名古屋って6回あるでしょ、はい、で本当は単発でね、はい、単発でやれば、内容的に単発でやると、うん、まあ名古屋だけとか大阪だけっていうね、はい、うん、あの人もいいんですけど、やっぱりちょっと連続してしまうってことあるんですよ。まあ、だけどでそういう時にまあお金が余裕があれば、ちょっと旅行をしてみんなと大阪の美味しいもの食べるという考えもあるんでね。はい、まあまあそこら辺は大変あの受講の希望が多かったとも話は聞いておりますけれどもね。はい、ぜひあのご興味のある方は参加してみてください。はい、はいはい、以上ここまでがお知らせでした。それでは早速本日の話題に入ってまいります。最初の話題はこちらです。はい、日本の GDP 世界5位にという話題からです。日本の名目 GDP 国内総生産が米ドル換算で2025年にもインドに抜かれ世界5位となる見通しとなりました。国際通貨基金 IMF が4月に発表した推計では2025年時点で日本が4兆3103億ドルに対し、インドが4兆3398億ドルとなるそうです。昨年10月に発表された前回予測ではインドに抜かれるのは2026年とのことでしたが、円安の進行により1年早まることになりましたという内容です。そうですね、ですね、 GDP というのは、まあ、我々の生活の程度、まあ、簡単には GDP を国民の数で割ると、働いてる人の数とか老人の数とかあるんで、まあ、面倒くさいんですけど、まあ、一応ねそうしますと4兆何千億っていうことになると、まあ、大体1億人で割ればね、まあ、400万ちょっとぐらいだなということですね。で、まあ、実際上は460万なんですね、今国民1人当たり、まあ、これは働いてる人1人当たりとか赤ちゃんどう数えるかとかいろいろこう計算めんどくさいんでね、まあ、だけどあんまり厳密なこと言うと難しくなっちゃうんですけど、まあ、一応460万ということで、実際にもしですよ、1990年のバブルの崩壊から日本がですね、全く意味のないリサイクル、まあ、リサイクルっていうのはすればするほど経済っていうか資源を使えますんでね、まあ、あの私がいつも言ってるようにペットボトル1本を石油から作るよりのに比べてリサイクルしたらどんなに効率よくリサイクルしても 3.5 倍、まあ、実際に愛知県の例を僕が調べましたら 7,8 倍かかると。だからこういう不合理なことをこうしてるとね、やっぱりあの不合理な分だけはもちろん競争力下がりますから、だから日本人がサボってるわけではないんだけども、その日本人自体がまあリサイクルを今でもしたいと思ってたりですね、それからあのこの番組でも時々言いますけど、なんかレジ袋を有料化したり、一時ダイオキシンみたいな無毒なものを有毒だと言ったりという、まあ、環境関係じゃそうなりますね。それから1990年代にはあの自民党がアメリカに大規模に半導体工業を売りパラってしまって実際上ですよ、うん、それで1990年には世界の、半導体トップ10のうち6社が日本だったんですね、はい、2位3位から始まって、それが1990年の終わりになると1社しか残ってない、今も1社ですね、うん、まあ、そういうようなこう政治とか環境運動も正しく環境を良くして、そしてみんなが健康で働けるような国土を作るっていうのはいいけど、わざわざ環境を悪くして、それ悪くして一部の人が金もらうと、そういうことをまあ小池さんなんかを中心に、都知事なんか中心に環境庁の人なんかやってきたわけですね。
ですから、まあ、そういう点で非常に大きなその IT とか環境とかいうね未来志向の産業で大失敗しているので、まあ、国民が一生懸命働いても物にならない。それから外資を非常に導入したということで、まあ、日本の産業が基本的に崩れてしまいました、はい。まあ、典型的には僕は東芝のね蒸気タービンなんか言ってるんですけど、あの東芝の蒸気タービンっていうのはもう日本の基礎工業では絶対に必要で、その優秀な蒸気タービンを持ってたからこそ日本は発電も良かったし動力も良かったわけですね。だけど地味で儲けももう 2% もいかないっていうのは商品だったんですよ、はい。だけどやっぱり東芝はそこ偉くてね、まあ、東芝はまああと経営がまずいこともあって潰れてしまいましたけど、まあ、あのそういう昔の固い東芝のねあの考え方っていうのは、はい、あの儲からなくても日本のためになるならやると、うんうん、こういったね日本の重工業の姿勢が、まあ、非常に良かったわけですけども、これもまあ崩れましてね、はい、だからこれをまあ産業界内部で崩れたということで、あとで石川島播磨の問題も出てきますけども、はい、三菱重工もあの旅客機失敗した、ね、この産業界の失敗っていうのはやっぱり日本本来のなんていうかないい経営、つまり儲けを主体とするんじゃなくてというのがありますね。しかしそれがなんかホールディングスがいいとか言って、うん、みんなホールディングス制になって株主があって非正規雇用が出てというような、まあちょっとこう産業界のマイナスになる部分だけをね、まあ、政治家が進めるということがありましてね、まあ、それにこうして僕はあの50歳まで産業界をおりましたから内部よく知ってるんですけども、まあ、そういう時には経営者がダメな経営者が出てくるんですね。であの前は例えば松下幸之助とか本田宗一郎とかですね、まあ、今経営者でまともったらトヨタ自動車ぐらいですよ。だからトヨタは非常にあのね、あとはもういい会社っていうのはみんな今いい会社っていうのはただ人の隙をついてかすめて儲けてる会社がいい会社だってなるんで、そういうとこはもう10年も経ったらダメになっちゃうんで、それで昔の東芝型ね、そういう考え方を持ったね、本田もそうでしたけど、ね、本田宗一郎のいる時の本田はそうでしたけど、まあ、そういうようなことでないとね日本人の気質にも合わないし、まあ、悪くなってくるってことですね、はい。ただちょっともう少し深く今日はですねこの問題を取り組んでみたいと思っておりますが、次お願いします。ちょっと見にくいかもしれませんので少しを広あそうですねこれでいいですね。まあ、これが2000年ですから、まあ、1990年からじゃありませんが約25年間でアメリカはぐーっと伸びてきましたね、はい。アメリカの伸びっていうのはですね、これはあの、まあ、インチキもあの一つは非常に良かったわけです、うん、あの例えば、1995年にですね今いういわゆるアマゾンとかあのフェイスブックとか X ですね、それからまあいろんなね、ものが一気に目を吹いた、それからもう今じゃ携帯電話はほとんどねアップルなんかに取られてますけども、はい、まあ、それが1995年なんです、はい。で1990年で社会はもう大きく変わったわけですね、はい。ベルリンの壁が崩れて、うん、中国では天安門事件がありというね、はい、それでベルリンの壁崩れ、ロシアも崩壊しました。この時に日本はどういうふうに向いたかっていうとね、うん、環境だとかダイオキシンとか言い出した、はい。それをもうNHK も言う、朝日新聞も言うってことでめちゃくちゃにしちゃったんですよ日本をね。でその時にアメリカは全部あの1995年なんですよ、要するにあ、まあ、もちろん6年のやつもあるんだけど、その今言ってるこう今では日本がもうできないようなアマゾンだとかそういったね、はい、ものが一斉にあの目を拭いた Google、 これは1995年なんですよ。それでそういう時にね非常に重要なのはやっぱり国民の指導者のねやっぱり学力っていうか知識の力なんですね。で僕あの頃ちょうど大学の終わりの方におりましたね、あ大学会社のね、はい。で僕が非常に反省したのはその頃もうねインターネットなんていう本がね1990年にはこんな熱い本がじゃんじゃん売ってたんですよ。それで僕その頃ね技術者の先端にいながらねインターネットってなんか役に立つのかなと思ってたわけですよ。それでまあその本を買ってね英語で読んでみたらおーなるほどね、だけどピンときませんでしたね。あのだからその日本のその技術っていうのも非常にその頃トップだってジャパンアズナンバーワンだったんだけど、やっぱりそこにいる技術者の僕らみたいな先頭世界の先頭を走ってる技術者でもねやっぱり世論の NHK だとか朝日新聞の
ダメさを拾っちゃってね、それで環境がどうのこうなんて言ってたというのが大きいんですね。だからアメリカの進歩というのは一つはそういう先進性があった、それからもう一つはやっぱり金融ですね、はい、やっぱり金融が非常に強かったですからね、アメリカは。いい面も悪い面もそうです、はい、今もうドルなんかものすごい過剰の印刷してますからね、印刷というかまあ発行量ですから、まあ、これはある意味ではまあやばいかもしれないですね、バブルかもしれないですね、うん、今ね、まあ、それも含めてこれですね。中国はまあ急激にこう伸びましたね。これ中国が急激に伸びたのは日本が中国に協力したからですよね、うん、だから日本人って面白くてね、自分たちは進歩しなくていいよと、中国人に儲けさせたらいいよっていうね、まあ、そういう気持ちがあるんですよ。そして僕が小池さんに一回テレビで言われたことで、小池さんそんなに温暖化言ってると、中国はもう石炭ものすごく出してるから中国に言わなきゃダメじゃないですかったら、日本人が苦しめば中国人を反省してやるなんてね、そういうことを日本の政治の中心にいる人がねテレビで言うようなことではね、もうどうにもならないんですよ。それがここでしたね。ですからもう完全にやられまして、それからまあ大体順調に今進んでますね。それからまあイギリスとかね、まあドイツですね、こういった先進国もそれなりに一応成長してきました、はい、でインドはもちろんど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 ん人口増えてますので、今ここ来てそれで日本が追い抜かれる、まあ、追い抜かれるのは当然でね、日本はこう停滞してますから、うん、しかし追い抜かれて悪いかって言いますとね、まあ僕らの子供たちが一番大きい問題は、僕らの子供たちが就職する場所がないってことなんですよ、うん、これが一番大きいですね、はい、少し貧乏暮らしはいいんだけど、日本の会社を大切にしないと、まあ、今度熊本県に台湾の会社入りますね、はい、それからどん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 東京株式市場も外国の企業に有利なように去年も制度改正しました、うん、そうですね、でこれ外資を入れるってことはね、うん、外国のお金を入れるってことはいいことに思いますが、国内の貯金が足りないときは外国から金入れた方がいいんですよ。だけど国内の貯金が余っておりましてね、現在でも我々の普通預金ほとんど 0% ですよ、利子が。つまり利子ってのはやっぱり 3、4% ぐらいが正常なんですね。というのは国内産業が 2% 増えていくのが一番いいんですけど、 2% 国内産業が増えていくためにはやっぱり会社は先頭切ってやるから 3%、4% の利子があっても払っていけるような工業が先頭を切るわけですね。ですからやっぱり 3、4% の利子が必要で、そうすると僕らに定期預金も含めたら平均的な我々の貯金に 2% のやっぱり利子がつくと、こういう状態にしなきゃいけないんですね。でこの状態が切れてるのに、下がってるのに、普通預金のもう預金がねほとんど 0% になってるのに、なんで外資を入れるかったら、それは自民党の連中とかがポケット入れるからですよ。だから裏金ですね。ですからそういう体質になってしまってるっていうことがね、まあ、非常に大きな問題で、うん、そうするとまあ日本の企業の多くがですね、求人の力がなくなってきます。でここで例えば今移民を入れるとかね、はい、短期的に飲食なんかで足りないからっつって、ここで移民なんか入れますとね、これはもっと悪い方に行きますんで、はい、おととしの出生者の数が80万人を切ったって言って大騒ぎしてますが、これから30年後ぐらい、つまり去年一昨年生まれた人が中心になって働く若い時代に、日本には80万人の求人がないはずなんですよ、計算上はね、このままいきますとね、はい、ですからまあできるだけ早い時期にねやっぱり改善しかない。だから成長が大切なんじゃなくて、人間は生まれて日本に生まれて健全に勉強して健全に体力をつけたら、やっぱり日本の企業に最低でも就職できるような社会体制、うん、これをやっぱり政治的にね作っていかなきゃいけないです、ね、まあ、そういう点でも非常に歪んでるっていうことですね、はい、まあ、だからインドに抜かれるのもこれしょうがない。これ一応僕の感じだと30位ぐらいになっちゃうんですよ、あと20年経ったら、うん、そうするともうその非常にね要するに日本に今ちょっと前まで、今も最近あまりなくなったけど、フィリピンの人とかインドネシアの人が、はい、コンビニとかいっぱい来たでしょ、はい、あれの逆になっちゃうんですよね、30位って言いますと、うん、まあ、日本の若者が日本の中では仕事が見つからないので、
まあ、こう簡単に言えば中国のコンビニに勤めると、こういうふうになりますから、まあ、それをやっぱりちゃんと考えて防いでおかなきゃいけないと思いますね、はい、次ありますかね。あ、ところがね、もう一個、今日はかなり深入りしましてね、これがまずこの GDP が5位になるということの表面的な解釈です。もっと NHK とかそういうのはもっと表面、もう表面の表面やってますからね。だからまあせめてそこは分かんなきゃいけない。もう一個ね、もう一個下に行きますとね、深く行きますと何があるかというと、まあ、ローマ帝国とイタリア、これちょっと大きくしてみますかね、地図。イタリアっていうのは今これですよね、この長靴のとこ、はい、これがイタリアですね。このイタリアっていうのはここにローマがありますけど、イタリアっていうのはかつてこれが領土だったわけですよ、ローマ帝国、はい、これがイタリアの領土で、まあ、イギリスの半分、フランス全部、スペイン全部ね、それからこれのユーゴスラビアとかなんか全部ね、ブルガリアとか、それでこの今争ってる、イスラエルね、はい、パレスチナのところ、それから中国、エジプトからずっとね、リビアこうね、これが全部地中海を中心としたところを作ったのがローマ、イタリア人なんですよ、イタリア人、うん、でね、その当時なんでイタリア人は頑張って、うん、今はイタリア人ったら女性のお尻を追っかけてるって言われてるわけさまあそういうのになっちゃったのか、はい、もう第一次世界大戦もイタリアもコテンパンにも弱くてやられて、第二次世界大戦もそうだ、はい、でかつてのローマ帝国の勢いは何かっていうことに対しては、うん、トインビーっていう、まあ、歴史家としては一番、まあ、小説のトルストイとか、はい、音楽のベートーベンとかいうようなクラスの人が歴史ではトインビーなんですけど、トインビーが言ってるのをね、まあ、すごく偉い歴史家ですから言うとですね、民族は一回目覚めるとその崖を登っていくって言うんですよ、うん、で崖を登っていってあるとこまで来て満足するとそこで永遠の眠りにつくんですだからね、まあ、地球に寒暖がありますから、はい、ローマ帝国が栄えたちょうど0年ね、今から2000年前は非常に良かったんだけど、それがぐーっと気温が下がってきて400年に、寒冷期が訪れた。そしたら北の方からゲルマンの人たちがドイツ人を中心としてもう寒くて生きていけないからね、ブルガリアの方からもそうですけど、どんどん入ってきて、それでローマ帝国が滅亡しましたね。まあ東ローマ帝国の一応続きますけど、それがもう眠りについたことになっちゃったんですね、うん、はい、その後にもちろん東ローマ帝国も続きますし、1453年まで続きますし、それから神聖ローマ帝国っていうのが今度フランク王国、フランスを中心として、まあ、そのうちドイツになりますけど、まあ、そこにカール大帝、これが800年ですけど、まあ、カール大帝が出てきてっていうことはありますけど、全部もう民族変わってるんですね、はい、まあ、そういうことで、まあ、これがローマ帝国というものの歴史的なあれなんですね。もう一つお見せしますが、オスマントルコ、はい、トルコ民族というのはね、あれ非常に面白い民族で、イタリアに住んでた人が爆発してローマ帝国を作って、それでそこで縮小しても今でもイタリアいるんですね。ところがね、トルコ人とはね、もともとシベリアなんですよ、はい、でシベリアからあの民族とはね、移動するのが好きなの、うん、ずる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 移動してね、それで今のあれですよ、新疆ウイグル、うん、今中国に占領された、はい、あれトルコ民族でね、トルコ語ですね。それからもうちょっとこっち行くとトルクメンスタンっていう国があります、はい、あれもトルコ人ですね。でこうずっと来て、それでずる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 来て、それでイランあたりにいたんですね。それセルジュクトルコとかオスマントルコ、うん、はい、そこのとこに来た時の国がね、オスマントルコですよ、うん、この国がやっぱりローマと同じように大きかったですね。トルコは今ここですけどね、はい、もうウィーンまで取ると、うん、もうブルガリア全部取ると、中東全部取るというようなことでね、大オスマントルコを作ったわけですね、はい、でこのオスマントルコっていう国はね、非常にこう新しい、まあ、イスラム国ですけどね、イスラム教じゃなくてもいいよと、もうユダヤ教でも何でもいいよと、それだけで税金を1割ぐらい余計に払ってねって、そういう感じなんですよね、うん、で統治も非常に合理的で、はい、中にいる人は非常に良かったですね。だけどイエンチェリっていう近衛兵がいるんです、うん、これはまあ非常に特殊で、特殊な人たちを、まあ、今で言えばちょっと LGBT 感じなんですけど、特殊な人たちを近衛兵にして、
それをあの皇帝の親衛隊として戦うっていうね、まあ、ちょっと独特の戦い方をしたんですけど、それでもまあトルコ民族ってのはね、何が強かったかって言ったらちょっとモンゴルと似てるんですけどね、馬に乗りながら矢を射るのがうまかったんですよ。日本の矢じゃなくてね、あの弓じゃないから短貫球なんだけど短い、はい、あのそういう意味じゃあの弓が一番強かったのはやっぱり鎌倉武士なんです。なんでかったらね、あの頃ね、あの頃とかの後にも出ないけど、弓が一番遠くに飛ぶのはね、鎌倉武士の長球なんですよ。長いやつ。長いの。それでね、はい、あの普通弓っていうのは真ん中に、うん、こう当てて撃つっていうね、はい、こういう感じでしょ、はい、だけどあの鎌倉だけは違うんですよ、打ち方も。それでものすごい飛ぶわけです。威力もあるわけですね、うん、で兜をこう貫く威力があるのは日本の鎌倉武士だった、うん、それでよくあの間違った、このこれによく書いてありますけどね、あの間違った解釈で神風とか言ってるけどね、はい、2つの乱がありますよ、あの、はい、蒙古が攻めてきたからね、はい、2つともね上陸できなかったんですよ、うん、上陸というか一時上陸しますけど船に帰らされちゃうね。あの要するに日本の土地にあの基地を作れなかったわけですね。もう追い飛ばされて、それはほとんどが、ね、弓なんですよ、やっぱり、うん、まあ、いろんなこと書いてありますけどね、あのね、だいたい弓が日本の鎌倉武士の弓が届くときに向こうの蒙古の探求っていうかな、それは届かないんですよ、うん、これも決定的でね、あのもう突撃してくるときにやられちゃうの、全部射抜かれちゃって、だからまあ、そういうことがありましてね、まあ、日本が一番いいんですけど、そのトルコの強さは馬に乗りながらがうまいんだ、ものすごく。だからもうちょっと他のね、民族が太刀打ちできなかった。ものすごい親日ですね、本当に親日でね、はい、であのそのトルコはこうシベリアからこう来てインドの北を通って、で今のトルコまで民族移動してきたわけですよ、ずっと、はい、その途中にね、なんか日本人とね接触してるんです。それで今遺伝子解析でだんだん分かってきたんですけど、トルコ人とちょっと似てるんです、うん、言葉も似てるんですね、まあ、いつもはトルコ人が言うのは紅茶っつうの、向こうでも紅茶っていうから、うん、だからあの同じだっていうけど、まあどうだか分かんないけど、まあそういうところありますね。ところが今はトルコ人って言ったらここです、ね、トルコ国ね、はいはい、だから今ではトルコとはちょうどイタリアと一緒ですね、うん、トルコはローマ帝国よりか長い持ちしましたね。まあ、昔のセルジュクトルコなんかから言えば、まあそうですね、1000年ぐらいはね活動して、はい、そしてその今のトルコ の半島まで行って、うん、そしてそこで定着して、それでそこで、まあ、今の生活もしてるっていうことですね。したがってあのこう歴史というのはこうバーッと発展して、それで自分たちがこれでいいと思ったら眠りにつくっていうね、まあ、トインビーのことがある。でそれを何で言おうと思ったかって、今それが眠りについたのが日本なんです。うーん、イギリス、はい、これは眠りについた。それからアメリカはまだ起きてる。そのうちアメリカが眠りにつく、眠りにつく時期がどこだか分かんないけど、眠りにつく時期が来ると思いますね、今までの、世界的な歴史から見れば、はい、だから日本 の要するに GDP が5位になったから、もう GDP が増えないから、今まで増えてきたんだからこれからも増える、うん、ということはね、必ずしも言えないんですよ。だからむしろ中を単なる発展じゃなくてね、うん、中の発展をどういうふうに持っていくか、そうですね、日本人はどういう生活を望んでるか、うん、僕は まずは1億2000万の人口を7000万まで減らして、うん、これは、大東亜戦争の開始時ですけどね、そこまで減らして、それで日本列島、日本に住んでる人が災害にも合わずきちっとした生活ができるような長期的なやっぱり見通しを持ってね、それからそういう歴史の流れ、心の動き、そういうのをやってね、やるべきだと思ってます。次あったかな、もう一個ぐらいあった、はい、以上です。資料が以上になります。では続いての話題、インドのつながりがあるかもしれないですけれども、うん、世界最大の選挙、インド総選挙、投票始まるという内容からです。有権者が10億人近くに上り、世界最大の選挙と言われるインドの総選挙の投票が5月19日から始まります。与党側が
モディ政権の下で実現した高い経済成長を実績としてアピールする一方、野党側は格差や失業が深刻化していると批判を強めており、激しい選挙戦が繰り広げられています。インドの議会下院の選挙は5月19日から全国の選挙区を7つに分けて6月1日まで順次投票が行われ、有権者がおよそ9億7000万人に上り、世界最大の選挙になると言われていますということです。そうなんですよ、ね、だからねすごいですよね。そう、それでね、これはなかなか面白い、皆さんこうね見てて面白いのはですね、はい、なぜアジアの中で他にも国があって、それなりに3つか4つ集めれば大きい国なのにね、インドと中国だけが人口が増えるんですよ、はい、それで今まで中国が増えてます。中国はもうピークになりまして今下がってますね。だから中国と、まあ、もともと中国だったらチベットとかが入ってるからちょっと違うんですけど、まあまあ15億人で下がって、まあ12億か10億ぐらいまで下がると思いますね。それから今度はインドが間もなく中国をもう抜いたかな、そんなもんですよ。それでインドは一応20億くらい行くんじゃないかと言われております、うん、それでね、これからはインドのが中心になってものが進む。特に今度の選挙の場合はモディっていう首相の人気が非常に高いってことと、はい、経済政策が成功してるってことで、はい、インドはですね GDP の伸びが、まあ、日本なんかペトッとしてるけど、さっきのカーブに出てましたけど、一応 6.5% を超えればね、インドっていうのは繁栄が続くんですよ、はい、ですから日本としては中国が仮想敵国でもあるんでね、インドの経済発展、中国の経済発展を今まで支えてきた日本としてはね、やっぱりそれを反省して、それでインド の経済発展を支えるということによってですね、まあ、中国の相対的な脅威を除くことができます、うん、その点で中国、インドはもうずっと昔から日本親日ですからね、はい、トルコ、今紹介した中ではトルコとかインドっていうのが歴史的に親日ですから、うん、ですから、まあ、そういう点で歴史的に親日です。日本よりか少し離れた国、遠交近交ですね、遠くとは親しく近くとはちょっとどうしても対立的になるということで、まあ、韓国とか中国にあまり神経を尖らせずに、むしろそれはまあいいよいいよつっといて、その向こうの国とね親しくしておくっていうことが非常に大切だというふうに思います、うん、はい、はい、続いてはこちらの話題です。インドの選挙の後は日本の選挙の話題ということで、はい、衆議院補欠選挙投票率は最低ということで内容です。4月28日投開票の 衆議院の3つの補欠選挙は、投票率は東京15区、長崎3区、島根1区、いずれも過去最低となりました。自民党派閥の裏金事件が発覚して初めての国政選挙でしたが、自民が2選挙区で、候補擁立を見送ったことも影響したとみられますということです。そうですね、ちょっと衆議院補選ね、投票率、はい、東京15区は 40%、うん、島根はまあ昔から高いんですけど、それでも54、はいはい、長崎に至っちゃ 35%、 これね衆議院議員選挙ですからね。そうですよね、これはもうとんでもない。しかも僕は東京15区でね、はい、応援演説なんかしまして、うん、応援演説できなかったんですよ。話題になってましたけどもね、もうね、選挙妨害とかヤジとか言ってもね、はい、お前なんだとかね、そういうヤジじゃなくて、うん、もう僕が例えば6時から場所で1時間取ってあって、それでその1時間はちゃんと警察に届け出て時間も決まってて、それできちっとしたやつをやろうとしたら5時50分ぐらいにね、ダーッと来て、それでもうものすごい音量の拡声器でもう言いっぱなしなんですよ。だから結局全然僕らが言ったって何も聞こえない。だから札幌でね、安倍総理大臣がやった時にヤジが飛んだ、そのヤジに対してちょっと警察官のやり方が少し悪かった、つまり警察、あの時にヤジを排除するのはいいと思います僕ね。だって安倍さんには安倍さんの言論の自由があるんだから、言論の自由を妨害しちゃいけない。だからヤジってのはそんなこと言ったってお前とか、このぐらいの短いヤジだったらいいけど、それを連続的にね、いや、まあ、多少やったんですよね。これに対して朝日新聞をはじめとした左翼の言論が批判した。それで警察、除去した警察もちょっと除去の警察のやり方も悪かったけど、まあ、警察のああいうやり方しかないかもしれないですけどね、まあ、あなたの言論の自由は分かるけど、演説してる人にも言論の自由があるから、ちょっとやりすぎですから
あの拘束しますとかいうことをちゃんと言わなきゃいけないような気もしますけどね、うん、ただ札幌地裁がヤジの方を指示した。そうですね、そうすると裁判が指示したら警察はそれに従わざるを得ませんよ、うん、三権分立ですからね、はい、行政っていうのは裁判の結果には一応従わなきゃいけない、うん、ということで警察官あの時も江東区に来てたんですけど僕らのところにもいたんですよ、うん、だからものすごいがなり立ててどうしようもなくてできない、はい、できないのを見せて手は出しませんでした、うん、ただ僕らの陣営で怪我した人がその前にいましたんでね、はい、小競り合いになって、うん、まあ、そこまですればいいんじゃないかと思いますね、うん、だけども僕の感じではね、そこで見ている周りにいる日本人が、はい、やっぱりお前たち何やってんだ、言論の自由があるんだから少しのけと、うん、やっぱり言わなきゃダメですね、うん、それがやっぱりねちょっと腰が弱い日本人の方に言論の自由を日本国民が守るんだと、うん、警察じゃなくてね、はい、そういう気持ちが出ればおそらくあそこであれだけはできなかったと思う。ところが全部日本人が引いちゃうもんですから、はい、観客が引いちゃうもんですからね、うん、ですからまあ日本人はそういう点聞き優しいんで、ちょっと僕なんかいたから見つけて武田先生の話聞きに来たんです、じゃあすいませんっつってね帰っちゃうんですよ、うん、だそこがねやっぱり僕が参議院議員に出た時もそうでしたけど、うん、やっぱり日本はまだこう自分たちで政治を守るんだという意識が少し足りなくてね、はい、やっぱり警察が守ってくれるとか ね、 そうですね、まあ、それのが国としてまともかもしれないけどそういうのがありました ね、 そうですね、だからこのことが今話題になってますから、十分に話題にしてですね、はい、でむしろ警察の取り締まりがどうだというか我々は、うん、それから立ち会い演説会を妨害するというのはねどういうことになるかといったらね、はい、投票率が下がるんです、はい、つまり分かんなくなっちゃうから、うんね、そうするとね、うん、組織票が当選するんですよ、うん、はい、だから組織票の人たちが、うん、妨害の人たちに金渡してるかもしれないんです、うん、一番利害関係から言えば、うん、組織票の人たちが有利になりました、はい、でもちろん投票率下がって有利になるっていうこういう結果になりましたね、はい、うん、ですからこれは国民の方でねよくそのメカニズムを考えて、そして投票行動しないと、大切なのは国民の投票権ですから、ね、それはやっぱり権利っていうのはやっぱり自分たちで守るっていう必要がありますんでね、うん、でそれはちゃんときちっと守るっていうことが必要だし、はい、その守るのは穏やかに言って守るってことはできますからね、うん、だからそういう時は国民日本人はどうしても引いてしまってなんか集団のデモとかそういうので爆発するっていう傾向がありますけど、はい、うん、個別の時にまあ少し体の危険がありますから女性がちょっとやるとこできないから、うん、男がですねやっぱりそれはちゃんとやった方がいいですね、うん、この前僕の講演会の時にね、はい、公共の施設を作ったんですよ、はい、使ったんです、はい、その時3階で会議室かホールがあって3階でやって、はい、それでちょっと休憩時間に僕はちょっとまあ係が間違っちゃったんですけど、うん、まあ休むとこないんで4階に行って、で4階のソファで寝てたんですよね僕ね。そしたらそこの公共の施設の公共の役人が来てですね、3階の人は4階で休まないでくださいとこう言ったわけね、うん、はい、それでまあついてる女の人はすいませんって片付け出した、うん、して僕が寝てたらトントンとこうやってあなたこんなとこで寝てちゃダメだよって言ったもんだから、うん、僕がですね何つったかったんですね、もちろん規則だったら従いますが、うん、どこに規則があるんですかって言ったらね、うん、そこのとこにねこう彼がこう引いたロープの先に立ち入り禁止になってるの、うん、確かにね、はい、この立ち入り禁止というのはどういう規則なんですかって聞いたわけね、うん、誰が決めたんですかと、そしたら相手答えられないんですよね。でね多分ね問題はね5階まである公共施設でどこに休憩室もあるから一箇所で大きな会合をやってるとやっぱり溢れた人がトイレとかそういうのを使うんですね、うん、はい、ところが多分ですね僕がどう思ったかったらこれは今日4階使わなかったら4階閉めとくとね、うん、働かなくていいじゃないですか、うん、ね、でだから僕はこれ公共の施設で別にここで横になってんのが何が問題なんですかと、うん、ね、そしたらここに書いてあるじゃないかって、いや書いてあるけどこれ誰とも書いてないしどことも書いてないからね、で言うでしょ、したら向こうがどん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 エスカレートしますよ、
書いてあることが守れないのか、いや書いてあることは守りますけど書いてあることが嘘あったらどうするんですかと、うん、まあ、言ってね、うん、したら一言も反論しなかったです。結局どけっていうことしか言わない、うん、なぜとか言わない。でそのままブツブツ言いながら下降りちゃったんですね。そしたらその後掃除のおばさんかなんか来て、うん、変だなと思いながら降りてってね、っていうのは公共の施設、僕は彼に言ったんですよ。公共の施設というのはみんなが利用してくれるのが嬉しいんでしょうと、うん、みんなが利用してくれるのが嬉しいのになんで追い飛ばすんですかと、こう言ったらもう全然反論できない。だけどもこれ言うのも結構まずこっちが準備しとかなきゃね、理論の嘘がいるでしょ、うん、で実は日本のここで話しましたけど5年ぐらい前に公園法を改正したわけですね。改正する必要なかったんですね、うん、公園というのは自由にできるんです。飲食をやってもいいんです、商売してもいいんです、うん、はい、日本のもともとの公園法が、うん、だけどもどん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 公園を管理する人が、はい、犬を散歩させちゃいけないの、はい、酒飲んじゃいけないのって勝手に書いて、うん、それでこれを手を焼いて国会で公園法改正といって、実はほとんど改正しないやつを出して、それでみんなに認知させて、それで国土交通省の交通関係、公園関係の人はすごく頑張ったんだけど、まだ東京の公園なんかみんな立て看板あってもう15項目ぐらいで、誰もいないって、はい、細かいことがたくさん書いてあって、そう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 、ね、子どももおちおち遊んでられないような、そう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 、何のための公園だかよくわからない感じになってますよね。だからその、まあ、日本のいいところもあるんだけど、過剰なそういうね、うん、権利主張とか、はい、まあ、そういうものがあってね、はい、で事流れ主義がどん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 進んで、うん、でやっぱりそれで外国なんか行くとヨーロッパの公園見て、みんなこうヨーロッパの公園で ね、はい、みんなテーブル出してなんか食べてていいなって、はい、うん、あれ全部日本でできるんですよ、うんうん、だから官庁のある横日比谷公園は、うん、あれ飲食も提供できるんですよね、うん、なんでかったら公園法通りやってるから、看板がないんですよね、はい、だからそのお役所の近くの公園だけは大丈夫っていうのがね、実際なんですよ。だけどそういうことがその役人が働かなくていいように、ほとんど全館止めちゃって、勝手に自分たちで3階で今日は講演会なんだから3階以外は使っちゃいけないとかね、そういうふうになって、それがやっぱり過剰になってくるっていうことはあるんですよね。まあいいですわ、これちょっと説明しますとね、はい、次お願いします。これ整理をね、この頃ほら納豆とかもやしの人がいなくなっちゃってね、はい、ここの中の戦力落ちてる、それにしちゃ、ね、いいの探してきたんですこれは中国ね、はい、まあ、大体65から70ぐらいで、うん、これで急に落ちて ね、それで平成の終わりのに落ちて、それからさらに今度ドーンと落ちたと、ね、こうなりましたね、うん、次お願いします。これは長崎さんとね、長崎産区もだいたい70から 75%、うん、これ実はね70から75%っていう比率がね、うんうん、先進国の国政選挙の平均なんです。で、まあ、日本もその風に来たんですね、はい、2010年ぐらいまでそう来たじゃないですか、はい、ここで眠りに入ったんです、うん、ね、日本人が眠りに入った、もういいやで、まあ、1回下がって、もう1回今度もう1回本格的に寝ようっつってガーッと寝たと、うん、35になっちゃった。35、ね、東京の 50% でもね、当選した人はね、うん、有権者の 12% しか支持されてない、8分の1ですよ、ね、で8分の1、有権者の8分の1の人が議員になっちゃうんだって、そんなことおかしいんですよ。だからまあもちろん選挙のし直しとかそういうの考えなきゃいけないけど、問題は日本人が眠ったってことですよ、はい、今投票率が上がるはずなんですよ、うん、っていうのは裏金とかいろんな問題が、ね、そうそう、自民党が立てられないとか、ね、ますます政治をどうするかっていうのが国民に投げかけられてる、うん、本当に投げかけられたら俺嫌だっつってね、逃げるっていうね、まあ寝てる状態です。次お願いします。これもそうです、島根ね、島根なんかもうすごく投票率高くて、うん、まあ大体ね全国平均よりかはるかに 上だったんだけど、ね、やっぱりこの頃から眠りに入って、うん、今度すっかり、ね、島ですら寝ちゃったと、うん、ね、まあ、まだ島でだから 60% あるけど、はい、まあ、日本全体がやっぱり眠ってるっていう状態は認識した方がいいんじゃないかと思いますよ、うん、それで次あったかな、これそれで終わりか、はい、あ、それで別にね、経済発展をしなきゃいけないとか、これ以上忙しく働かなきゃならないって言ってんじゃなくて、やっぱり国民が目を覚まして、うん、そしてやっぱり投票するときにはいい人に投票しないと
やっぱ国はますますダメになり、それから子どもたちはもっとひどくなりますね。で、この際ね、まあ、我々はいっぱい議論しなきゃいけないことあるけど、組織票ね、はい、特に労働組合の組織票なんてやめるべきですよ。だってね、その労働組合にその親父が勤めてるから、その労働組合の組織票で投票するわけ。だから街頭演説なんかやらなくていい、ね、こういうことになる。だから街頭演説を妨害すれば組織票が勝つって、こういうことになる。しかしね、やっぱり国会議員選挙となると市会議員選挙と違うからね、やっぱり子どもたちのための選挙ですよ、はい、だって日本全体がそんな自分が会社を退職するまでに解決してくるのがないから、だから子どものための投票ですよ。だから子どもはね、どうせその会社に勤めてないんだから、その会社の組織票なんていうのはね、もうもともと論理的に成立しないんだ、はい、そのぐらいやっぱり気がついてもらって、やっぱり衆議院議員選挙、参議院議員選挙一番重要だから、これはやっぱり自分の世代じゃない、自分の生活は親がやる、親の生活はおじいちゃんがやるっていうふうにやってきたわけだから、我々はやっぱりもっと長期的に考えて、子どもたちのためにいいね、政党をね、やっぱり選ぶと、まあ、いうふうにしないと、今の金ばっかりやると、今の岸田政権みたいにとか維新もそうですけど、なんか無償化とかね、補助金とか言うとみんなが飛びつくという、そういう政治になってしまって、我々の子どもたちが悲惨な思いになるんで、やっぱりこれは防がなきゃいけないと思いますね。はい、はい、では続いての話題に移ります。続いてはこちら、イラン核開発の懸念高まるという話題です。イランが4月イスラエルの領土に初の直接攻撃を実施し、300発を超えるミサイルとドローンを発射した決定は、イランのリスクを辞さない構えを示しました。これを受けてイランの核開発計画と核兵器開発の抑制を継続するかに改めて注目が集まっています。今年に入りイスラエルとの緊張が高まる中、イランの最高幹部からは核兵器製造の専門技術習得が近いことをうかがわせる発言が相次いでいますという話題です。そうですね、アメリカとかロシアが500発以上のでっかい核兵器、核ミサイル持ってるのに、なんでイランが持っちゃいけないんですかね。だってそんなことやってるから、ロシアがウクライナを占領するんじゃないですかね。えつまり、それから中国がチベットを占領し、ウイグルを占領してると、なんででっかい国で核兵器持った国が威張ってて、なんだかね、イランが核兵器冗談じゃない、イランちょっと反省しろなんつってる、なんか解説者いるけど、僕なんか、あなた何言ってんの、まずアメリカとね、悪いことを、もし核兵器持つのが悪いんだったら、ロシアとアメリカが一番、それで中国なんか核兵器持ってみんな脅してるんですから、周りを。だからその核兵器持ってる大国をね、それはお前たち悪いじゃないか、何やってんだと、でかい顔してるけど悪いことをしてるお前たちが、なんで他の国の核兵器をね、そしたらね、なんか変なね、抑止力だとか、はい、それから我々が世界の平和を保ってるんだ、その保つためには核兵器いるんだって言ってるけど、国連の安全保障理事会の常任理事国っていうのがアメリカ、ロシア、中国、イギリス、フランスですね、戦勝国、これが戦後の戦争をほとんどしてるんですから、だってみんなで、そのお前たちに、拒否権を与えるから、その拒否権の持ったっていうことで責任感を持って戦争を止めてくれよと頼んだ常任理事会の常任理事国がですね、全部戦争してるんですからね。そうです、これをやっぱりね、日本の知識人っていうのは、あれ知識があるのかどうか分かりませんね。それでそれに加えて僕が閣下来てるのは次の、はい、これですよ、映画でね、話題になってる、はい、話題になってるの、はい、これがね、話題になるっていうのがね、あ、こう言っちゃ怒られちゃうのかな、皆さんオッペンハイマーなんて映画に行かないでくださいっていうところ営業妨害になるの。そうですね、そうですね、多分、言論の自由には入らない言論の自由そうですね、まあ、個人の判断ということにはなりますけど、ただね、僕はね、オッペンハイマーっていう人はユダヤ人で、非常に優れた物理学者、それで原子爆弾を作った、はい、で広島長崎に落とした、うん、僕はオッペンハイマーってのは極悪人だと思います、うん、極悪人ですよ。つまりオッペンハイマーってのは原爆を作ればどういうことになるかってのはよく分かってた人だ、あの人はね。それで自分で
そのうち戦争が終わってどっかの大学の教授になった後、精神異常になっちゃったんですね、うん、あの非常に罪の意識で、うん、でしかし罪の意識で、僕は言わせるとね、技術者でオッペンハイマーぐらいしかあの頃原爆できませんでしたよ、うん、その人が自分で原爆作ったんならもちろん死刑です。それはだってそれはね、落としたのは俺じゃないっつったって、うん、その原爆作りゃ落とすわけだ。落としゃ10万人かなんかの、普通の子供たちとか女性子供が死ぬわけだから、だからそれがね、戦争で兵隊同士が戦うのに使われたらまだいいけど、全然そうじゃないでしょ、うん、今だって中国が狙ってる核ミサイルのサイロにあるやつは日本の都市を狙ってるんですよ。都市を狙って軍事基地狙ってるんじゃないんですよ。だからお互いに都市を狙ってる、都市を狙ってるってことは最初から原子爆弾っていうものが戦争ではなくて虐殺に使うことを目標的にしてるんです。それはオッペンハイマー知ってたわけだから、僕は死刑だと思いますよ。これでね、僕は名古屋大学でも何でも物理を教えてたんですけども、必ず学生に言ったんですよ。あんたたちの一番大切なことは物理が優秀になることじゃないって、ね、なんかこういう例えば原爆を作らなきゃなんないってなった時に、自分の技術者としてのプライドを持って私はやりませんっていうことなんだ。その時に私はやりませんっつって銃殺されても、軍法会議で銃殺されてもそれしょうがない。だってあなたが死ぬのと原爆を落とされて死ぬ10万人との比較だから、あなたが命を落とすべきだ、それが技術者の魂なんだっていうことを必ず言ってきましたね。だからその職業の中で反社会的なことをやれと言われた時に、営業マンでもそういうこと言われますよ。玉美術大学でデザインを教えてる時も同じことを言いました。デザインの力が良くなるってことは、世間に悪いことでもクライアントからね、1億円やるからこういうデザインしてくれと、非常にデザイナーが良くなれば良くなるほど社会を騙すことができる。それを絶対やっちゃいけない。それがデザイナーとしてのプライドだと、ね、だからこのプライドってのは技術者のプライド、全部やらなきゃいけない。その点ではこのオッペンハイマーのね、映画は絶対に見に行っちゃいけない。これはもう極悪人の映画ですよ。でオッペンハイマーを極悪人として、技術者の魂として作るべきではない、技術的に作るべきでないものを作ったというふうに映画を作ってくれる、まだよかった。違うんですよ、何原爆を作る時の苦悩とか、ふざけんじゃないですよ。苦悩とかじゃないですよ、みんな死ぬんだから。10万人死ぬものを分かってて作ってね、原爆を作る時の苦悩、いや殺人犯がね、道のとこでね、縄跳びしてる女の子をライフルで射殺する時の心の葛藤、冗談じゃないと、そんなの心の葛藤じゃ絶対ないですよ。それはもう、道でね、縄跳びしてる女の子をライフルで撃つっていうことはもう心の中の葛藤があろうがなかろうが、そんなのは人間じゃないっつって排除しないといけない、うん、このとこは僕は言いたいことです、うん、はい、少し激しましたけど、はい、はい、では続いての話題はロシアの話題になります。凍結資産の接収に警告、欧米経済は終わりだという内容です。ロシアのペスコフ大統領報道官は4月28日、欧米諸国がウクライナ侵攻への制裁で凍結したロシア資産を接収し、ウクライナ支援に活用すれば欧米の投資環境に深刻なダメージになると警告し、ロシアは法的手段で最後まで争うと強調しました。国営テレビの取材にペスコフ氏は、資産を接収すれば投資者の信用は失われ、欧米経済は終わりだ、信用回復には数十年かかるだろうと指摘、今の戦況を見れば結果は決まっているとし、侵攻作戦の勝利に自信を示しましたという内容です。ロシアは日本に接してますし、はい、いろいろこれ聞いてる方はロシア憎しという人が多いと思いますが、うん、はい、我々の子供のことを考えると、うん、やっぱりロシア中国から攻撃を受けないような、うん、そういう外交をやっていかなきゃいけないと私は思うんですね。いくらロシアが憎くても、ロシアと一線構えると、うん、やっぱり日本人は相当死にますよ、はい、ですからそれを回避するために、やっぱり外交っていうのはあまりロシアに対する敵意を、うん、日本として表面に出さないことが正しいと僕思ってるんですね、はい、それでそういう基本的な考え方を理解していただいた上でですね、ここでロシアが言ってることは正しいことで、すでに G7、はい、日本が所属している G7、 西側諸国ですね、はい、の GDP の合計と、それから BRICS、
ロシア、ブラジル、中国、インドね、これのブリックスの中心国の、GDP が同じくなったのは一昨年なんですね。それで今年ですね、非常に注目することが行われます。それはこのブリックス側が今後の欧米支配に変わるんじゃないかと世界各国がそう思ってて、はい、今のところ予想ではですね、ブリックス今9カ国ぐらいなんですよ。昔は6カ国があって今9カ国ぐらい、はい、それにですね、今サウジアラビアも入っておりますので、ね、南アフリカも入っております。南アフリカは昔から入っております、うん、サウジアラビアなんかイランも入ったかな、こう入ると。今年ね、ブリックス側に加入する申請が多分30カ国を超える情勢なんですね。で、30カ国、まあ、加入しますと、そうすると、まあ、ブリックス40カ国ぐらいになります。そうしますと、もちろん GDP は西側の倍ぐらいになりですね、かつ国連の議決権も40票を持つとですね、やっぱりかなりのものになりますので、はい、日本は今べったりG7 側なんですよ。で、有色人種でもあるし、それからこの前の大東亜戦争では有色人種を代表して白人の植民地から追い出したっていうね、まあ、確々たる歴史もあるんで、やっぱり日本人がもう少し冷静に考えてですね、中国なんて特にひどいんですね。日本は中国憎し、しかし中国を繁栄させる、こういう政策をずっと取ってるわけですから、これも非常に矛盾してるんで、やっぱりどういうふうに考えるかっていうことをこの際よく議論する必要があります。で、私がこういうことをテレビとかそういうの言いますとね、他の人何にも言わないんですよ。もう特に今の野党なんかね、あなたは中国とはどういう関係を作っていくんですかって言ったら、もう答えないですよ。だからそういうことはいけないわけで、やっぱり国政を担当する人はね、やっぱり重要なことをきちっとそういうテレビとかそういう時でもね、やっぱり発言するということが必要なんですよ。実はね、虎ノ門ニュースなんかの前の虎ノ門ニュースの時に随分僕そういう企画を出したんですよ。ここはやっぱり野党の人を呼んで議論したい、全部断るんですよ。いや、そういう政策議論、武田先生と、それはやっぱりやりたくないと、それじゃダメでね、まあ、もちろん時間制限して、僕が3分やれば向こうが3分でもいいから、はい、国民の前で中国政策どうするか、ロシア政策どうするか、ブリックスとかそういう問題はどうするか、それは今の世代じゃなくて、やっぱ子どもたちの世代のためにね、やっぱりやっとく必要があるというふうに思いますので、これはもう大変に注目すべきことで、実は今年のね、夏頃多分やると思うんですよ、ブリックスの世界会議を。その時にどのくらいの申請になるか、どういうふうになるか、その時僕はね、主導権とヘゴモニーって言うんですけど、主導権を握るのは多分モディ首相だと思うんだ、インドの、はいはい、だからそこら辺の様子をよく見ててですね、それで今後の自分の意見ですね、事実をよく確認しないと自分の意見が間違って作っちゃいますから、感情だけで作りますと子供に迷惑かかりますからね、ですから大人はやっぱり感情を抑えてよく事実を勉強するってことが大切だと思います。そうですね、はい、続いての話題はこちらです。アメリカコロンビア大学の学生リーダー抗議活動を続行ということで内容です。アメリカコロンビア大学で4月30日反イスラエルのデモ隊が占拠した建物にニューヨーク市警が突入し、数十人を逮捕した後も学生らはデモ続行の構えを示しています。ニューヨーク市警は突入から約2時間後にデモ隊の排除を完了したと発表。大学当局はニューヨーク市警に校内への配備を5月17日まで続けるよう要請しました。これに対し大学院に在籍する交渉責任者のマフムード・ハリルさんは、学生たちがこの運動を続けると確信していると語り、警備が強化されても学生には抗議活動の権利があると強調していますという内容です。そうですね、まあ、この話は、まあ、コロンビア大学が学生側はあれですね、パレスチナ側についてるわけですね、まあ、残虐な殺戮をイスラエルはやめろと、はい、政治家は金もらって、まあ、ユダヤ資本から金もらってますから、はい、金もらってるからといってやっぱりパレスチナ人の人格を人権をね守れという、まあ、基本的スタンスですね。でこの活動はコロンビア大学っていったら、まあ、日本で言えば京都大学とか東北大学みたいな大学で、まあ、優秀社会行ったら上から2番目ぐらいのところですからね、非常に優秀ですので、まあ、そういう学生が先頭を切ってるということですね。で、まあ、このニュースは日本にとってはそれほど大きなニュースじゃありませんが、
日本の学生って何してるのかってことです、うん、ね。日本の学生どうしてんのって、もう静かにお勉強してます。いや静かにお勉強静かにしてますよ。もうすっかりはい、舐められて、うん、のんぽりになっちゃってますけど。そうですね、やっぱり何投票権を18歳に下げたと言ったってね、うんうん、大学生がこういうことに反応しないったらどうにもならないですよということだけですね、はいはい。では続いての話題はこちらになります。またアメリカの話題になりますけれども、 FRB 独立性を弱める計画はトランプ氏側近らが作成ということで内容です。ドナルド・トランプ前アメリカ大統領の側近らがトランプ氏の再選に備え、連邦準備制度理事会 FRB の独立性を弱めるような計画案を密かに作成しているとのこと。 FRB の権限に対してどの程度積極的に挑むかをめぐってはアドバイザーらの間でも意見の対立が深まっているということです。ことですという内容です。これどこのニュースですか？こちらはウォールストリートジャーナル、ね、あ、ウォールストリートジャーナル、はい、いややっぱりね、アメリカがポンコツだと言ってもね、うん、やっぱりこういうニュースをウォールストリートジャーナルと、まあ、はい、第一番の日本で言えば日経新聞ですから ね、そういうところからこういうのを書くというのが大したもんですね、うん、はい、内容は別にして。だってね、この前ね、これ麻生さんがアメリカ行ってトランプ大統領に会ってきたでしょ、はい、したらね、外務大臣と官房長官が揃ってね、うん、内閣とは全然関係ありません、はい、アホかと。大体副総理がね、この時期にね、アメリカの大統領候補に会いに行くっていうのは、日本の政府の考えで言ってるわけだから当たり前ですよ。でこれはね、外交問題だから直接的に日本の政府の意図を言わなくてもいいけども、うん、日本国民たち2人ともなんつうか全然関係ありませんよ、勝手に麻生さんが一人で行ったんですなんて、バカ嘘をつくな。例えばこういうふうに言わなきゃいけないですね。やっぱりアメリカとは非常に日本緊密だから、うん、大統領選挙が大体固まってきたら、やっぱり両方の考えがどういう考えかっていうことは知っておいて、 そうですね、うん、そして日本と政府としても選挙の結果によってね、はい、どういうふうに政策をやるかということを考えておかなきゃないのは当然です、はい、このくらいは言えっつってるんだよ。びっくりしましたね、国民をバカにしてのほどがある。それからね、この、ね、内容ね、うん、FRB、はい、この FRB っていうのは日本で言えば日銀みたいなもんなんですよ、うん、はい、政策決定したり金利決定したりね、はい、それがこれ私企業なんですよね、うん、私企業、株主がいるんですよ。で株主が公開されてないんですよ。それでそんなのあるのって、政府の決定をするのに民間企業が決定する、しかも株主が公開されてない。だからこれはね、昔からのアメリカの、まあ、ある意味では民間尊重のいい歴史ではあるんですけども、ちょっと極端なんですね、はい、ですからアメリカの経済っていうのは言ってみれば名を隠した金持ちに支配されてるってことになるんで、やっぱり陰謀論なんかも出てきます。ですからFRB の独立性を弱めるとか、もちろん株主を公開するとか、そういうことはどんどんやってもらわなきゃいけない。これはアメリカは他国ですけどね、やっぱりこのアメリカの経済って日本に大きな影響を及ぼしますから、はい、やはりこれは大切で、これをウォールストリートジャーナルがやったってことは、うん、出したってことは大変なことですね。そうですね、はい、はい、で続いての話題はこちらです。欧州の人々がウクライナのために死ぬことはないという話題です。 EU のボレル外務安全保障政策上級代表は世界経済フォーラム会議で次のように発言しました。ロシアとウクライナの武力衝突は少なくとも2024年11月のアメリカ大統領選まで続く可能性があるものの、ウクライナ側でロシア軍との戦いに欧州の市民が参加し命を落とすことはない。欧州の人々がドンバスのために死ぬことはないが、ウクライナ人がドンバスのために死ねないよう支援することはできる。紛争初期に我々はウクライナ支援を約束したので、我々は彼ら、ウクライナが抵抗できなくなるまで、そしてプーチン氏が戦争をやめると決めるまで支援を続けなければならない。しかし残念ながらそれはすぐに起こらないだろう。またウクライナ紛争に多額の資金をあとどれほど投じ続ける必要があるのかは答えられないとしました。同時にウクライナを支援しなければ歴史は異なる展開を遂げるとの見解を示したということです。そうですね、まあ、非常に難しい問題で、はい、日本人の多くは NHK の非常に変更した報道によって、うん、全部反ロシア、親ウクライナです、はい、うん、それから日本 この我々の税金もですね、ウクライナ支援にすごく使われております、はい、でそれについての皆さんのお考えあるでしょうから、私の考えはここで述べませんが、はい、結果としてどうなったか、うん、2年半
ぐらい ね戦争起こって、はい、何が起こったかったら、うん、アメリカ人が作ったウクライナ兵士、ウクライナ兵士ってのは今いるというかもういないんですけど、今いた戦争の時に15万人ぐらいいたんですけど、それは全部アメリカ人が作りました。そして、まあ、この前、国務省を辞めさせられましたけど、ビクトリア・ヌーランドっていう女性がこの戦争を起こしているわけですね。でこのアメリカが戦争を起こしたのは非常に理屈通りって言ったら非常にこう言い方が難しいんですけど、アメリカ人は一人も死なないけどアメリカの軍事産業はすごく栄えると。でビクトリア・ヌーランドがクビになった理由は分かりませんけども、クビになる寸前に私はアメリカに損させていない、ウクライナで戦争が起こったことによって全て利益はアメリカに来ていると、こう言ったわけですね。つまり今度も7兆ドルかなんか出しますけどね、はい、全部軍事的なものをアメリカで生産して売るわけですから何も困ってない。で何が起こってるかって言ったら、その15万人最初の戦争の最初にいたウクライナ人15万人っていうのは自衛隊の幹部の人が言ってますから確実だと思うんですけども、もう全員が死んだか重傷を負って戦場にいないって言うんですよ。それで今後の戦いはウクライナの新兵を教育して使うか、それともこのニュースはそれ言ってるんですけども、はい、ドイツとかそういうとこから、うん、ポーランドとかドイツから戦士を送るか、ね、兵士を送るか、うん、どっちかだと。で今まではどういうことになってるかっていうとですね、これ、冷静に聞いてくださいね、僕の言うこと、ロシア嫌いとかじゃなくてプーチンが偉いとか偉くないとかじゃなくてですね、結果的にはですね、ロシアは職業軍人が死んでるんです、はい、ところがウクライナはですね、欧米の援助によってにわか仕立てした若者が死んだ、うん、全部死んだと言われてますね、はい、で15万人全部死んで新たに準備をしてるっていうのが現状なんですね、うん、そうしますとね、これは完全な代理戦争になっちゃって、はい、でロシアの方は代理じゃなくて自分たちの国民を出してるから、まあ国民の血で一応戦争してるわけです、うん、ところがウクライナアメリカとかヨーロッパ側は金だけ出して戦争をさせて死んでいくのはウクライナの若者だと、こういう状態になってるんですね。でこういうものをですね、正義というのかという議論をちょっとしなきゃいけない。このためにはじゃあウクライナを守るためにどうかっていうことがあってね、それとの関係もきちっと日本で日本人が議論しなきゃいけないと僕思いますね。ですからそれからもう一つね、このウクライナとロシアの関係っていうのは1991年かなんかに、要するにロシアがソ連が崩壊してた時にウクライナだけはね、他の共和国とかあそこにあるいっぱい共和国あるじゃん、なんとかスターンもそうだしね、一つだけが明確にロシアに反抗したんですね。それで核兵器をウクライナは持っておりまして、それでもしウクライナが持ってた核兵器をそのままウクライナから出さなければ、ウクライナはアメリカロシアに次ぐ第三の核保有国になるんで、これはウクライナが我慢して全部をロシアにあげて、これはアメリカが仲介したんです。この話はアメリカが仲介して、ウクライナは核で攻めないから、その代わりウクライナは出せと言って、ウクライナはその保証で出したという経過があるわけですね。まあ、その他にもちろんウクライナとロシアの間っていうのは、ウクライナ人っていうのはねすごく難しいんですよ、うん、難しいというのは性格が難しいんじゃないって、性格がなかなかいいんですけど、あの国ってもともと脱炭人なんですよ、うん、それから、まあ、一番前はロシア人、ロシアがモスクワの方に北に行って脱炭人が大体ウクライナにいた、脱炭の首切っていうんですけど、それがいた。それからその後は今度リトアニアですよ。今小さい国ですけど、リトアニアは全部国会までありましたからね、うん、リトアニア人、それからポーランド、リトアニア共和国になってポーランド人で、ウクライナっていうのはねものすごく美人が多いんですけど、うん、あれやっぱりそういうね混血を続けてきた、もともとロシア人が我々美人が多いのに、そのもともとの血にね脱炭人 そのアジア的なものが入って、うん、リトアニアってものすごく美人多いですから、あれが入ってきてポーランド入ってきたから、もう本当にね美人ができちゃった、そういう国なんで、その最後の状態、ロシアとの最後の状態が非常に複雑なんですね、うん、ですからそれもやっぱり日本人がウクライナのことを論じる時にはね、やはりそういう歴史もちゃんと学び、それはどうしようかって言ったら、
我々が例えば鹿児島の人、熊本の隼人とか熊瀬とか、鹿児島のね薩摩隼人とかいるでしょ、そういうのと同じ歴史を背負ってますからね。ですからやっぱり歴史を背負ったことをその当人の国のことを言うときにはやっぱりそれ頭に入れて喋らないとやっぱまずいし、国際的には特にそうですね。ですから今日本の岸田政権はもうアメリカべったりでウクライナだけにあれしてますけどね、援助したりしてますけども、日本の金もイスラエル、ウクライナの若者が死ぬのに使われてると、それから見込みはないと、勝つ見込みは、そういう状態であるっていうことをね、やはりよく分かってないといけないんじゃないかと私は思いますけどね。ということです。はい。で、続いての話題はこちらです。こちらは4月29日の新聞の記事になりますので、今変動がしてますけれども、一応その時期の記事だということでご紹介したいと思います。4月29日の外国為替市場の円相場は対ドルで下落し、一時1ドル160円台をつけました。1990年4月以来約34年ぶりの安値。日銀が4月26日金融政策の現状維持を決定したことで、低金利の状況が当面続くとの見方が広がりました。これに対しアメリカ経済の堅調さから、連邦法準備制度理事会、先ほども言いました FRB の利下げ観測は大きく後退しています。日米の金利差が広がった状況が長引くとの観測から、円を売って高金利のドルを買う取引が加速しました。市場では政府日銀による円買いドル売り介入への警戒感が高い状況が続いています。政府日銀の真意を探ろうと、さらなる円安を試す動きも出ていますということで、今日12時50分頃の数値的なものを見ると152円をつけた時もありましたけども、かなりこの変動が大きいですよね。まあ一つは経済学者がもう非常にポンコツで、大体通貨なんていうのはね、経済学者がきちっとした予測を出さなきゃいけないもんで、そのための経済学者なんですよ。だから相場はやっぱりいろんな思惑で動きますけど、基本的に現在のアメリカと日本の力から言って、円は何円なのか、何円が適切なのかって、それは経済学者がやんなきゃどうにもならないですよ。それからもう一つはね、円が80円台になったことあるんですよ。1ドル80円台、その頃も国内ものすごい大騒ぎで、大変だ大変だ円高大変だ、その中で昭和天皇だけが、いや何が大変なんですかと、1ドル80円なんだったら日本国民がお金持ちになるっていうことじゃないですかと大蔵大臣に言ったわけですね。だから今頃になってね、みんなが160円になるとね、貧乏になっちゃって日本こんなに落ちぶれたのかなって言ってると、もちろん円が高い方がいいに決まってるわけですよ。だって最終的にドルと円が一緒になればアメリカと同じ力を持つってことになるわけでね。だからやっぱ昭和天皇だけが偉かったと、他のはただただ販売量を増やそうと思ってやってるだけということですね。はい、はい、では続いての話題です。絶えない品質不正 IHI ということで、こちら話題です。国内外のお客様からの信頼を裏切る行為であり、ものづくりを担う企業として根幹が問われる由々しき事態であると重く受け止めております。4月24日重工大手 IHI の森田秀夫副社長は苦渋の表情を浮かべながらそう陳謝しました。 100% 子会社の IHI 原動機が生産する船舶陸上向けエンジンの燃料消費率のデータが長年にわたり改ざんされていたことが判明したためで、確認可能な2003年以降のデータによると、特に数値の修正が多かった船舶用エンジンでは、出荷台数4881台のうち9割近くに相当する4215台の試運転記録の数値が書き換えられていたそうです。同エンジンは高干潮船や、漁船、A 船、これタグボートのことですね、それと内航船、日本国内の貨物輸送だけに使用される船のこと、こういったものなどに使われているものだということです。はい、石川島播磨重工と昔言いまして、石川島播磨の IH、I はインダストリーかなんかでしょうね。そういうことで、まあ、伝統的な日本の重工業、今でもですね、確か今度日本が作るジェット戦闘機の一番いいやつは IHI のエンジン使うんじゃないかと思うんですね。エンジン、まあ、今でいう軌道船の、ね、エンジンなんかもそうなんですけど、そういうものはもう石垣島非常に得意なんですね。で、まあ、いい会社だったんですよ。でそれがね、なんか4000個もね、データ書き直すなんていうのはね、
これはやっぱり副社長が謝るんじゃなくてね、書き換えた本人をテレビに出さなきゃダメですよ、うん、これはね僕はあの技術者あのあれのねあの委員を国の委員を長くやってたんですよね、はい、であのこれはねアメリカイギリスの方が優れてるんです。アメリカイギリスはね設計した人改ざんした人がサインするんです。うん、でそのサインした人が出て謝るんです、はい、だからはっきりしちゃうからやらないんですよ、やりにくい。ところが日本はなんかね総務部長とかね副社長とか出てくるんですよ、上司が出るっていう、ね、上司が出てくるの、はい、だから上司はねもし自分の命令だったら自分の命令であのつまり会社ぐるみありますからね、はい、だからこの副社長が出たってことは副社長が俺があの書き直せと言ったんだって言わなきゃダメ、うん、これがね技術の間違いを防ぐんですよ。そうですね、で技術の間違いを防ぐこういうインチキを防ぐ方法はね、うん、ただ一つ責任者がサインするってことです。責任者がサインしてその何かそのことで起こったら、うん、欠陥が起こったらそこにサインした責任者が出てくる。これで ね、 そうですね、あの欧米非常に良くなった、うん、であのやっぱり当然なんですね、はい、ですから何か分かんない人が3人出てきてあれ3人出てこいとか言ってんのがねあれがまたね僕は随分戦ったんだけど、はい、あ企業倫理をそういうふうに形式化したらダメだ、うん、続くって僕言ってたんだ。あれ決まってるんですか3人。あね3人って決まってるんですよ。お辞儀する秒数も決まってる。そういうことを決めるねのが好きな連中がね倫理に入ってきたんですよ。ちょうど1985年ぐらいその頃僕ちょっと倫理の賞なんかもらってたの、はい、でちゃんとした倫理やろうと思ってたの、はいはい、そしたらそういうのがねコンプライアンスとかね、コンプライアンス、だいたいカタカナって全部インチキですからね出ましたね企業倫理と言ってたのにね、はい、コンプライアンス、そうするとみんながね武田先生企業倫理なんて古いこと言ってるけどコンプライアンスが、うん、いやあなたコンプライアンスってごまかしなんだ。あのコンプライアンスっていう言葉はね企業が反省しなくても言い逃れられる方法を使うことなんです。だからねどういうことやってるとかってその本体 の、 そのサインした人が誤りに出てくるのはそのこと絶対見向きしないで、うん、あの企業を守るためだから。だから3人が並んで、うん、頭を下げるの下げるときはみんな立ち上がって黒い背広着て、うん、何秒って決まってるわけです、うん、アホかって言うんですよ。確かにね、それ次お願いします、はい、そう、うん、それで石川島張松重工 IHI といえば輝かしい会社だった、うん、そこの会長の土工さんね、土工さんが、まあ、長く石川島 IHI の経営をやっとられて、それで経団連の会長までなった、はい、そして本当にこう気骨のある日本人というね、それで、まあ、財界の総理っていう名前がついて、まあ、本当に人格者でしたね、はい、今のね財界の人みたいにねなんだか豪邸に住んでねワインばっか飲んでるっての違うんですよ。あのそれ次お願いします。こっちがねあの土工さんの横浜の家ですよ、はい、それで質素なんですよすごくね。それでなんであの会長とかそういう偉い人が豪邸に住まなきゃいけないんじゃないですか。だってあの土工さんはこう言ってたわけですよ。我々は経営はしてる、だから経営ってのは一つのこう自動車を作るとかエンジンを作るとか経営をするとかいうのは同列ですからね、はい、みんな職業としてのあれが違うだけだから、うん、奥さんをするとかで奥さんは朝食に目指し、まあ、土工さんのご飯つってね朝食は これが典型的なんですが目指し3匹だったかな、確か3匹あ2匹ですね確か3匹だったんですけど、目指し3匹にお味噌汁になんかこうのものぐらいね、うん、つけて食べるというそういう朝食をずっとして91歳でお亡くなりになりましたけど、はい、本当にこう経営とは経営ってのは威張るんじゃないんですから、うん、頭下げに出てくるんじゃないんだよ。そんな石川島の副社長が自分がやったんなら自分がやったっていうことが大切なんであってね、はい、はい、次まで見てください。次はどうでしょう。あこれない、あそっかこれはなかったんだ、あちょっとねちょっとある人をディスろうと思ってね非常にデラックスなところに住んでる屋敷の写真を出すよってやつね、うん、そうですか、はい、だから今のもう政治家だとか経済界の人、うん、偉い人はね、うん、偉いと思ってるんです、うんうん、ただ分担してるだけですよ、はい、だから分担してる仕事をみんな日本人で分担するっていう気持ちが土工さんにあった、うんうん、土工さんの奥さんも偉くてね、うんまあ、一生懸命目指しの朝ごはん作ってたわけだけど、はい、彼は彼女こう言ってるんですよ。だから普通の女性よりかはるかに理解度が高いんだけど、うん家では節約しなきゃいけません。なぜかったら家は何も生産しません、はい、子供以外は、うん、しかし会社は産業は発展しなきゃいけません。だから産業が節約しちゃいけません。
家で節約し産業で節約しないっていうのが大切ですと、うん、女性もこれを理解しなきゃいけませんって言ってましたよ。素晴らしい。それから見たら小池さんなんて、まあ、あの大学出てるかどうか関係なくてねあのどこさんの奥さんのそうです、ね、でも先日飲めって言うんですよ、うんうん、そういうことです、はいはい、では続いての話題はこちらです。はい、広がるか週休3日制一部自治体が施行導入ということで内容です。全国の自治体に2024年度から週休3日制を選択できる制度を施行導入する動きが出ています。1日の勤務時間を延ばすことでその分平日に休みを取る方法で子育てや介護を理由とするケースに限らず基本的には全職員を対象にする自治体が多いとのことです。ライフスタイルが多様化する中人材確保などにつなげる狙いがあり新たな働き方として定着するか注目されていますという内容です。もう全然アホです ね。あの僕ねあのこの本当の話ね、うん、やっぱりあの豆腐の人がいるときは、はい、豆腐じゃなかった、うん、納豆だ納豆納豆の人がいるときは1時間やってたんだけど、うん、まあメンバーも少なくなったし、はい、1時間にしようかなと思ったら、はい、もう1時間やってくれって声が多かったんでそうなんですよ。だから結構ねなんかあの長い時間を切るということで、そうよ。あの桃子さんもなんか間違えられてはいませんが、うん、はい、桃子さんが美人だからとか言ってましたよ。そんなことはないですよ。いやいや、激震が走りますから。間違いじゃありませんよ。はい、ところで、はい、この週休3日制とかね、週休2日制というのはね、はい、うんうん、もう全部日本人をダメにする方法なんです。はい、次のあれね、これは一回喋ったかもしれませんが、はい、日本人の人生とアメリカ人の人生って違うんですよ。ね。日本人の人生っていうのは仕事が自分の人生なんです、うん、それから余暇も自分の時間なんです。寝るのはまあこれ8時間8時間8時間ですけど、だから一日中自分の時間なんですよ、はい、僕なんかもう典型的にそうでね、日本人だったから、うん、もうね会社での仕事はやっぱり自分の物理の力をいかに日本の産業の発展に生かすかと、うん、こう思ってましたから、はい、あの何会社が命令して仕事する、いや違うって言ってたんだ、会社に。僕が自分の意思でやって会社が儲けるから、その儲けるやつは会社が取ってください、儲かってその一部私がもらえますからって、こういう気持ちだったんですよ。これは日本人全部そうです。江戸時代の職人は もっとそうですね。でもっとね、日本人の仕事は実はね2つに分かれてたんですよ。恩返しと自分の人生、これがあの日本人の仕事ですね。ですから仕事がいい仕事がなければ恩返しでとりあえずやればいいんですよ。だって自分が飯食ったりね、電車乗ったり、あの舗装道路歩いたりするのはみんなそこやってくれた人だから、その恩返しをしようと。僕はだから学生にね、就職でうまくいけない時に、いいんだいいんだ、とにかく30ぐらいまで恩返しやっとけよと、今あなた大学出る時まで全部人のやつのふんどしで生きてただろうと、こういうわけですね。だから日本の場合は仕事と自分の時間が一緒だから16時間自分の人生だった。ところが最近ね、この何仕事の改革とか言ってる、なんか言ってんです、働き方改革、働き方改革とかね、はい、うん、奴隷にするっていうことなんですよ。今は向こうなんですよ、はい、でアメリカ的はアメリカ奴隷いますからね、うん、仕事を契約して、はい、でその時間はね会社が買い取ったって言うんですよ。だから従業員ごと他の会社に売ったりしてるんです。そうですね、冗談じゃないですよ、うん、従業員のものであって別にお金で人生が決まるわけじゃないんですよ。だから日本人の人生お金で決まるっていう習慣をやめてほしいんですよ、うん、だから働き方改悪ですよ。改悪、ね、働き方改悪、うん、改悪、うん、アメリカ人は奴隷を使ってたからこうで、だから余暇増やせと、うん、仕事減らした方がいい、いやそんなことはないんですよ、うん、それはもともと文明が悪いとそうなるっていうだけですよ、うん、あれは一番悪かったのが非正規雇用の導入ですよ。やっぱり非正規雇用は悪いわけじゃないですよ、はい、働き方の多様化というのはいるから、うん、はい、だけど非正規雇用の導入とともに、うん、なんだか知らないけども株式会社がホールディングスになったり契約が大切になったり M&A が流行って、もう今なんかもうか、うん、銀行の半分ぐらいは M&A の収益だというぐらいね、もう人間を売り買いしてるの。人間を売り買いするってことはこれ奴隷ってことですから。だからもう余暇を増やさなきゃいけないってことになって、うん、この週休2日3日なんてのは千葉県がやったけど、うん、もう千葉県はもともと金儲けじゃんところあるけども、ますますそうなるんじゃないかと、うん、私たちはどうしても自分の仕事も自分の人生だという日本の文化を守って、うん、奴隷的な
勤務状態をなくしていくっていうことが仕事の改善だと思いますね。僕はそう思います。多様化っていうんであればやっぱりそういったあの一律にそういった真似をするような他の文化の良さみたいな言われてもってありますよね。そうアメリカの文化の方が日本の文化よりずっと劣ってるに決まってじゃないですか。あっち向こうは300年だからちょっとねどうなんでしょうっていう感じはします。はい、はいはいはい、では続いての話題に行きます。続いてはこちらです。日本で一番狭い村、船橋村というね、私これ初めて聞いた村の名前でしたけれども、内容いきます。富山県には北陸唯一の村、船橋村があります。そもそもは農村だった村ですが、平成の初め頃には1400人前後だった村の人口は今では3000人を超えるまでに増えているそうです。2010年度時点での15歳未満の人口比率は 21.8% で日本一、平均年齢も40歳代で、今でも転入者数や出生数も増加傾向をキープし続けています。年代別人口構成を見ても男女ともに働き盛りの40代から50代がボリュームゾーン、他の都市では高齢者に偏りがちな人口ピラミッドも、これが日本の村なのかと思うくらい若い世代の比重が大きくなっています。なぜ若い世代がこんなに増えたのか疑問は絶えませんが、この船橋村、富山の中心市街地まで鉄道で15分という利便性の良さ、またのどかな田園風景の中にあること、子育ての環境が整っていること、住宅地などの造成が続いていることなど、いくつも要因は考えられるのですが、少なくともここまで人口を増やし続けている村は他にはありません。無人の駅舎を抜けると正面には日本一ちっちゃな船橋村の文字があって、面積は 3.47 平方キロメートルですから、文字通り日本国内の市町村では最も狭いそうです。ちなみにお隣の富山市は富山県内のうち 30% ほどを占める広大な面積を持ち、全国の市町村の中でも11番目に大きい、とてつもなく大きな町ととてつもなく小さな町が隣り合っているということになります。よく晴れた日には遠く東の向こうには立山連峰がよく見える、とても風光明媚なところでもあります。日本中で自治体消滅などと騒いでいますが、こんな村もあるということで今回ご紹介させていただきました。大変いいね、記事でね、はい、あの船橋村ってなんか人の名前みたいね、船橋さんとか。そうですよね、はい、はい、次お願い、地図をね、まあ、富山県ありますね。で今言ったように富山市というのはもう富山県の3分の1になりましてね、で中心がここなんですけどね、富山市、はいはい、で立山ずっと富山市になってね、うん、でここには森さんっていう市長がいたじゃないですか。はい、お会いしましたね、よかったでしょ。素敵な、はい、あれ未来塾ですからね、はい、未来塾の旅行っていいんですよ、はい、やっぱりそういうことが分かりますからね、はい、で森さんが市長ですごく偉かったので、うん、富山、この富山の市街地っていうのはどん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 地価が上がってるわけですね、はい、ライトレールなんかを導入してね、はい、でここに立山に住んでいる、うん、まあ、お年寄りなんかは、はい、あの富山で住めるように、から自分の家も売らなくていいように森さんがやったんです ね、はい、ですね。だからもう老人もこれでね楽しんでる、ね、充実して その隣にあるってことがポイントであってね、だからこれはね森さんの功績が一言を触れなきゃいけないんですよ、うん、で富山市中心街が繁栄してるので、ここからちょっと行けばあの自分も生活もできるし、はい、それから森さんが工夫して、うん、森市長はもう市長辞めましたけど ね、ああいう人こそ政治家になったらいいんですよ、うん、あ、まあ、もともと政治家ですけどね、はい、だからあと日本の政治家の中じゃ本当に立派な政治家で、うん、まあ、未来塾の人で、あの時なんか温泉行ったでしょ。そうですね、何だったっけ、うなずき温泉。うなずき温泉に行ってね、はい、うなずき温泉も良かったしね、うん、立山もいいしね、はい、富山湾ももう冬なんつったら あれですよ、高級料亭で食べる魚とそれからスーパーで食べる魚も同じ味だからね。 あれはあの黒部ダム作っちゃって、うん、富山湾の3分の1ぐらい潰れちゃったんですけど一時ね、はい、そういう問題があるんですけど、うん、まあとにかく素晴らしいですね、はい、それで今ね、日本のそういう僻地で、はい、今まで僻地だったところ、はい、それ栄えてるところとダメなところが分かれてるんですよ、うん、はい、それはね田舎の爺様が考えるような町の発展したところは全部ダメ、うん、で町の発展にはね、はい、今女の人がいい町だなと思わなきゃだめ。あ、なんか聞きますね、その話。子育て、うん、それから買い物、はい、遊ぶところ、うん、大体ね
遊ぶところなんか作らなくていいっていうのはね、命が終わりかけてる自作の言うことであって、これ今はね、30歳で子供を持ってね、はい、したらやっぱり教育のいいところ、楽しいところ、はい、これですよ。遊びに行けてね。遊びに行けて。はい、だから今もうあの日本の町でね、あの 何個の町がとか村が消滅するなんて言ってますけど、はい、744の自治体が消滅なんてニュースがありましたよね。だからポンコツ市長さんとかポンコツ村議会があるとかもう潰れていいんですよ。そんなのはもうしょうがないからね、うん、で制度的なことだけちょっと説明しておきます。次ね、一票の格差の問題、これが一番大きいんですね、うん、一票の格差は皆さんは知ってるでしょうけど、はい、一票の格差とは同一の選挙で選挙区ごと有権者である人口で異なると、うん、一票の価値がまあ東京だと混んでますから、うん、地方だと空いてるから、ね、で報道機関では一票の価値とも表現され、うん、裁判所でなんか 5人とかなんか言って、うん、はい、投票価値の格差が開けてるとか言ってでしょ、うん、言ってますね、全くあの今 あの報道機関って悪いことばっかしてますね、うんうん、一票っていうのはその人だけで依存してるわけじゃないんですよ、土地の広さだから、まあ、アメリカの上院なんかでもちゃんと州で何票っていうね、そういう決め方してるとこありますね、州で州だから、例えば鳥取と島根の人口が減ってきたから、はい、鳥取と島根にところを国会議員一人にすると、そんなことやってたらダメなんで、うん、日本の37万平方キロメートルを有意義に使うんだったらば、やっぱり国会議員の分配を地方に厚くしなきゃダメですよ。やっぱり国会議員がちゃんとした国会議員がいればね、うん、やっぱり国会議員がいればちゃんとした、うん、あの都市ができますから、うん、今のこのあなたが言ったやつを聞いてたら、はい、ここの船橋村の面積っていうのは日本の、うん、10万分の1ですね。 3.47 平方キロメートル、日本が37万平方キロメートル、はい、ちょうど10万分の1だなと思って聞いてたんですけどね、うん、だからそういう小さなところでもちゃんと独立してるところはやっぱり国会議員が、国会議員が今の裏金ばっかもらってる国会議員じゃどうにもなんないけど、うんうん、裏金と最近なんか不倫みたいなやつとか今日も新聞出てましたよ。なんか誰かが不倫じゃないけどそういうありましたね、犯罪でありました、ありました、そんなことばっかやってる。だからこれは選挙民が悪いんで、うん、そういうもう不倫とか裏金とかなんか犯罪とかいうのは、あ、うん、それからこの前なんかどっかの国会議員かなんかが、うん、時速90キロで走って、はい、ありました、なんかメーターが、ね、あんなことばっかやってるんだ、はい、もう最低、国会議員とはなんか国民の中の最低の人たちの集まり、うん、ねえ、それでこういうことがあるからいけないんで、一票の格差をね、人の数でやるなんていうことはね、全くナンセンスで、やっぱもう少し深くね、日本全体を発展させるためにはどういう国会議員の配置なしいけないと、しかも党を外して人を選ぶんだっていうことも憲法に書いてありますから、それの通りにしなきゃいけない。はい、次お願いします。あ、それでちょっとね、代表的な例を言いますね。リニアモーターカーはできますね、はい、そうすると東京から東海道線が青い線ですね、うんうん、それから今度リニアが赤い線です、はい、でリニアのを作るかどうかはいろんな議論がありますが、ね、江戸幕府を作った時に、はい、まずやったのはね、うん、あのこの東海道と中山道を作ったのが最初ですよ、うん、はい、ね、だから稲っていう人が作ったんですけど、侍がでね、日本っていうのはね、やっぱり東京大阪間でね、うん、日本いるんです、うん、だからね、僕はね、東海道 本線一本でね、やっぱり日本を運営するとはできないから、うん、だから僕はリニアでも何でもいいんだけど、もう一本中山道を引いておくと、これこっち名古屋で交差してこうなるからもっといいんですね。これはもう将来の日本の発展にはすごくいいですよ、うん、ただここに飯田ってあるでしょ、はい、飯田は今の計画なら没落します、うん、なんでかって言ったらね、鉄道で値段の高い鉄道を使う人っていうのは金持ちだけなんですよ、はい、ね、うん、で高速道路なら物流ができるから工場もできるんですよ、はい、うん、ということはこれ今の計画、飯田市の計画通り、はい、あのもしもリニアが引かれたら、うん、もう飯田市はあっという間になくなっちゃうんです、うん、つまりその今のこの船橋村でよくわかるように、はい、そこの住民にメリットがあるような、しかも日本として必要なもの、日本として必要なものを引くということは、うん、そこのところの住民が亡くなってしまうような、いなくなってしまうような路線の引き方したらダメなんです。そうですね、今ね、だからこのね、うん、リニアのことによって甲府と飯田の人口がね、はい、今後増えるかどうか、はい、もしも減るようなことあったらね、うんうん、もうあのあれですよ、
あの国土交通大臣はもうクビですよ、うん、まあ、そういう気持ちでやってくんないとね。今の飯田にはあの官僚の人が市長になってますけど、やっぱり計画はね、田舎の爺様計画で、うん、あのもう全然その中に女の人が25ぐらいから45ぐらいまでの豊かな生活をそこで教育する子供やるね、はい、楽しくてしょうがない、うん、たまにはタダで名古屋とか東京にリニアで行けるとか、そういうことやんなきゃね。だいたい市長がね、東京に行くのに便利なんでふざけんじゃないっつってんですよ、うんうん、ということで次ね、はい、それの一番素晴らしいのがヒットラーがやったことなんです、はい、これアウトバーンです。アウトバーン、うん、ヒットラーが作ったアウトバーンができたところね。これはヒットラーがそこの時言ったのは、ヒットラーってなかなかいい人なんですね。あ、まあ最初良かった、後で変なことになっちゃった、うん、あとでなんか増長したかなんかで気が狂っちゃったんだと思うんだけど、うん、最初は良かった。それでなんでアウトバーン作ったかっつったらね、自動車にはみんなが乗りたい、うん、だけど自動車は人が死ぬ、交通事故で、はい、だから人が死なないような道路を作んなきゃいけないということは、人と自動車が接しないような道路を作んなきゃいけない。これがアウトバーンのヒットラーが言ったことですよ。しかももう一つヒットラー言った。第一次世界大戦でドイツやられてひどい目に遭った。失業者が溢れてた。道路建設だけは誰でもできるっつった。だから道路建設をやればみんなの懐がね、はい、潤っていい、うん。これでアウトバーンをやったわけで、やっぱり政治家っていうのはね、やっぱ国民が豊かになるように楽しくなるような政策を切らなきゃいけないんで、うん、こういったアウトバーンみたいな大きなものでもね、哲学が必要なんですよ。はい、だいたいリニア新幹線作るのに哲学全然なくて、なんだか値段が新幹線が 1.1 倍ぐらいで安いんだとか、そういうことばっか言ってるから、うん、やっぱり JR の社長なり国土交通大臣が、うん、それからそのなんか静岡県県知事のことが悪口言ってるけど、うん、悪口言う暇があったら、うん、リニアがどういう効果を及ぼ す、 そうです、ね、だから甲府市と飯田市が人口が何倍になる、うん、これを演説してくれないけど、うん、次お願いします。ところが時代はもっと先に進んでてね、はいはい、これサウジアラビアのリニアっていう都市なんだ、うん、これ都市なんだ、はい、ね、ね、これ都市ですよ、これ、はい、170キロあるんです、うんうん、だからここから静岡ぐらいまでね、東京直線で、うん、これでこういう囲われてて、はい、真ん中に高速鉄道があって、高速鉄道の駅までだいたい15分歩けば必ず行けると、でビューンと走ってて、これで全部囲われてるでしょ。だから僕がここで紹介したドーム都市と同じですけど、はい、雨が降らない、傘がいらない、それからもう一年中温度が変わらない、一年中温度が変わらないようにしても現在のビル型のものよりか冷房費暖房費は10分の1になります。それはまあいろんな理屈があって、ですからエネルギーは縮小して人はもうあれからね、うん、それからだんだんそういうのを僕やってたらね、あの洋服屋さんがやられちゃうかもしれないね。夏服冬服がなくなっちゃうんです。一年中同じ格好で確かに一種類の生地でいいっていうね。そう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 、確かに。だからそういうこともあるから、だけども、うん、ここに原発置いてもね、全部外側通るから、うん、まあ、関係ないし、地震は下にね免震構造作るからね、まあ、揺れはまあ震度5が一番大きいとかなりますからね、はい、もうこれもう着工してるんですよ、うん、サウジアラビアは、はい、まあ、日本もね、日本の国土交通省もこのくらいのこと言わないと、うん、この前あの国土交通省の人が来られてる大きな大会で僕演説したんですよ、1時間半もね、はい、その時これも話をしてね、自動車の話もして、このさっきのヒットラーの、うん、そしてこう交通事故の起こんない自動車でみんなが楽しめる自動車、このやっぱりアイデア出してくれと、うん、あ、じゃあ日本流でいいんだけど、その日本はどうするのか出してくれと、それからこういったものをね言ってね、国土を基本的にどうするんだってね、やってね、うん、そうしないからね、 NHK が煽るような温暖化がどうのとかね、崖崩れはどうなんて言ってないで、崖崩れの起こないところに住めるようにすればいいんだからね、ということです。はい、はい、もう40分になっちゃう、うん、長くなって大丈夫だそうです。はい、続いていきます。続いてはこちらの話題です。はい、今日のスポーツの話題ということで、はい、カブス今永翔太さん、投手ですけどもね、無傷の5勝目ということで、カブスの今永翔太、投手30歳がデビューから無傷の5連勝を飾りました。メジャー初の中4日で先発し、初めて7回を投げ切り、3安打1四球無失点7三振を奪う快投、5勝はトップタイ、防御率を 0.78 として、両リーグトップに浮上しました。素晴らしいね、あの
桃子さん見たらしいけど球の切れはいいしね。見てました。キレが良かったですよ、ね、はい、緩急ね、織り交ぜて、まあ、昔はノボが、ノボ選手が行っても苦労惨憺して、はい、日本人の最初をやって、はい、一郎も頑張ってね、うん、だんだんこの頃ほら大谷さんもそうだし、はいはい、から同じドジャースの吉野部さんもね、はい、頑張ってるし、頑張ってますね、まあ、日本人のレベルがなんかアメリカ人がいいかなと。そうですね、大谷選手なんかアメリカ人と並んでも高いから ね、うん、そうですね、今まであの背が低くてなんとなく僕も嫌だなと思ってたけど、いいね、とてもすごい素晴らしい活躍されています。ところで、はい、まあ、これはだからいいんですけど、うん、あのなかなか日本のプロ野球ね、はい、うん、あの日本のプロ野球今 の、 あの、ね、阪神が一番上ですね、はい、巨人も非常に勝ってますけどね、一番ダメなのがヤクルトなんですけど、ヤクルトも最近ようやく良くなってきてね、うん、それでまああのゲーム差は3ゲームか4ゲームですから、はい、まだまだなんとかなるでしょう。そうですね、であの日本の、ね、プロ野球見てるとね、はい、僕は5年ぐらい前ね、いい選手がみんなアメリカ行っちゃってつまんなくなったなと思ってたら、うん、はい、最近やっぱりかなりレベル上がってきました、はい、日本のプロ野球自身もね、うん、楽しく見れますので、はい、皆さんもぜひプロ野球を楽しみながら、うん、生活をしていただきたいと思います、はいはい、では続いても楽しみな話題かもしれません、はい、先生こちらの話題です。熊本城を見ながら乾杯ということで、鶴屋百貨店のビアガーデンが5月1日にオープンされた、うん、ということのようですね、うん、今年はですね、台湾料理のメニューに加わってたりとかしていてですね、うん、このビアガーデンでは県内の工場で作ったビールなど30種類のお酒と約50種類の料理が楽しめるそうです。 TSMC の進出など台湾への関心の高まりを受けて、今年はその台湾料理が登場しているということで、ルーローハン風チャーハンですとか、さつまいものスイーツ、これはさつまいもで作るドーナツのようなものだそうなんですが、キューキューボールといったものなどが楽しめるそうです。まあね、台湾の工場が日本にできるのはちょっと腹立つんですけど、はい、うん、だけどまあね、だから水の問題だけがすごく心配 で、ね、あの熊本の水ってのは阿蘇でできたものすごくいい水が、はい、うん、あのザーッと下通って熊本に来るんでね、はい、だからそれが汚れるのが一番心配です。あの、ね、半導体工場ってのは一番危険な毒物いっぱい使いますから、うん、はい、まあ、それをきちっと管理してもらうということと、うん、まあ、台湾の会社ですから中国の会社ほどはあの悪でこともないでしょうから、うん、まあ、これをテコにしてね、はい、日本でちゃんと日本人があの雇用されるものをね、やっぱり作っていくっていう必要があると思いますね、はい、まあ、この前私熊本来ましてね、はい、それでまあ僕が必ず言ったら馬刺しとからしれんこん、うん、美味しいですね、それからあのカラオケ、はい、この3つですから。私も昔このビアガーデンオープンしたこの鶴屋百貨店さんに少しお仕事で行ったことがありまして、はいはい、あ、そうですか、はい、とても懐かしく、あの九州ってほら、はい、熊本には鶴屋百貨店あったり、それからあの大分には西海屋じゃなくて作家地元の百貨店さんですか。100店、うん、ものすごくみんながもうその、はい、あの袋さえ持っていけばいいっていう ね、はい、そういうのが随分いいですよ、うん、とても懐かしい百貨店の名前でした、ね、はい、ということで今日はこちらの話題が最後になります。はい、はい、ということです。今日はいろいろまた先生いろいろな話題取り上げましたけども、何か印象的な話題はありましたかね。いやね、あのこれからね、はい、やっぱり僕も腰を落ち着けて、はい、この本当の話ではね、やっぱり普通のニュースに言わない、うん、あの歴史的なこと、はい、技術的なこと、経済的なことね、その裏をね、裏っていうか本筋を知らないとね、やっぱり感情的になっちゃうんですよ、はい、だから感情的にならないためにはやっぱり知識を作って、うん、人ともね、はい、そんなお前なんでロシアなんか応援するんだって、いやそういう話じゃないんだと、うん、いうことをね、日本の子どもたちのためにここは議論しとかなきゃならないっていうのはね、そういうことが学べるようなことをやりたいって言って、僕ももう一生懸命毎日勉強しております。はい、これを勉強することで、私なんかはですね、選挙に、なった時に、あのそういった、まあ、候補者がですね、どんな考え方を持っているのかというと、指針にも結構なったりして勉強になりますので、そうそう、ぜひ皆さんもね、さん、はい、なかなか桃子さんの相手しながらね、うん、相手しながらニュースあの大変なんですよ。もううっかりするとすぐね食いつかれてね。いやそんな怖いものではございませんので、ご安心ください。はい、ということで、それでは次回の番組のご案内します。5月17日の金曜日の午後7時、同じく友達 TV よりお届けしたいと思います。それでは以上をもちまして、武田邦彦の本当の話、今日はここまでです。最後までご視聴いただきまして本当にありがとうございました。先生ありがとうございました。どうもありがとうございました。